慶応義塾大学文学部国文学専攻になります。そうです、東京大学に行ってるんですね。慶応、早稲田、東大という、これは偶然なのか、それとも目下向きで誠実に働いた者がちゃんと評価される、そんな当たり前のことさ今の組織ではできていない、だからダメなんだ。その通りですね。皆さんこんにちは、東京中央大学のハーフストリームです。今回はですね、半沢直樹に出演する人たちの学歴を調査してみました。そしたらですね、意外なことにですね、結構高学歴な人たちが出てたので、そのことをね、今回は動画にしてみたいと思います。ではまず市川猿之助さんから見ていきましょうか。市川猿之助さんですね、伊佐山部長はものすごいキャラクターでね、わびろ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 みたいなのがですね、流行語になるんじゃないのみたいに言われていますが、市川猿之助さんですが、慶応義塾大学文学部国文学専攻ですね、はい、私と同じ慶応義塾大学文学部の出身です。慶応義塾大学文学部に行った理由は家に近いからという理由だったそうですね。なるほど、まあ1年次の日吉は近くはないと思うんですけどね。そんな彼ですが、行政高校出身ですね。まあいわゆる素晴らしいお坊ちゃまたちが行くとこですよね。行政小学校から行政高校まで通っているということになりますね。まあちなみにバイリンガルをね、どうしても育てたいっていう人はね、行政国際学院というところですね、ね、そこに通わせるっていうことが非常によくありますね。まあお金持ちの社長さんとかですね、どうしても息子を英語ネイティブにしたいっていう人が結構ここに通わせてる。さあそんな市川猿之助さんといとこになるのが、そうです、大和田常務になる香川照之さんなんですが、見た目はすごく似てるんですが、いとこだっていうことが知られてないんですが、彼もまた行政小学校から行政高校まで通っています。彼の父親は市川猿之助さんと同じ慶応義塾大学文学部国文学専攻になります。そして香川さん自身は、そうです、東京大学に行ってるんですね。東京大学文学部社会心理学科に行っております。すごいですね。ということで結構慶応義塾大学文学部出身で東大の大学院を出ている私からするとちょっと近く感じてしまいますね。そして意外と驚きかもしれないんですが、実は北王子金谷さんですね、頭取ですよ。そして東京セントラル証券の方に出てきたですね、賀来賢人さんね、今日から俺はとかで非常に人気がありますが、実は彼ら2人も同じ高校なんですね。2人とも行政高校出身です。賀来さんは小学校から、そして北王子さんは中学で転校したとの情報が入っています。これは偶然なのか、それとも陰謀なのか。そんな北王子金谷さんは早稲田大学第二文学出身です。まあ今はない学部ですが、まあ、ちょっと遅い時間に始まる学部ですね。ちなみに諸田役の池田成さんも早稲田大学第二文学部出身です。そして主演の半沢直樹、堺雅人さんは早稲田大学第一文学部の方ですね。まあ宮崎南高等学校から早稲田大学第一文学部に行っております。ということでここで慶応、早稲田、東大という非常に高学歴なメンバーだっていうのが分かりますね。賀来賢人さんは青山学院経営学部を中退しております。モテたい精神が強かったと言いますが、中学校の時や高校の時の写真を見るとめちゃくちゃイケメンでびっくりしますね。ということですね、あのドラマっていうのはですね、まあ証券会社や銀行といった高学歴な人たちが集まりやすいところを描いたドラマでありつつ、実際それを演じている人たちも高学歴だということがわかるわけなんですね。もちろん出演者全員が高学歴というわけではないですが、これは果たして偶然なのでしょうか。大ヒットドラマに出るためにも高学歴が必要な時代がやってきたのでしょうか。このネット上なんてね、大学名でマウント取り合うやつらが本当に溢れてますからね。総計の人がうえーお前なんかうわーみたいなね、部下をこうやってこう気遣ってね、そんな時にくそーみたいなね、部下の方が何が総計だ、俺は東大出てんだぞ、くそこのクソ上司やられたらやり返す
学名だ。意味わからん。はい、どうだったでしょうか。あ、Hello there ですね。はい、森哲ですね。オープニング Hello there 始まりました。森哲チャンネルですじゃなかったのは久しぶりだったと思うんですけどね。今回ね、半沢のコントみたいな感じになりましたが、とね、日曜日出さなきゃいけない動画決まってたんで日曜日に出したかったんですが、出せなかったんで月曜日に出す形になってますが、マウント取られたら取り返す高学歴だにすればよかったかな。やられたらやり返すにしなきゃよかったかな。はい、まあなんてね、反省も残るんですけども、8月9日のね、半沢直樹すごく感動したっていうね人も多いと思うんですけど、そうですね、半沢の信念を語るところがすごく良かったですね。ね、簡単なことさ、正しいことを正しいと言えること、世の中の常識と組織の常識を一致させること、ただそれだけのことだ。これがね、本当にできないよね。まあいろんな組織を見ているわけで、でそういったとこといろいろ仕事することが多いわけですけど、まあそうだね、組織の中は、ね、世間の常識とは一致しないよね、全然ね。いろんなね、会社で働いた人だったらね、すぐにわかると思うんですよ。いくらでも具体例浮かびますよね。ね、ひたむきで誠実に働いた者がちゃんと評価される、そんな当たり前のことさ、今の組織ではできていない、だからダメなんだ。その通りですね。全く誠実にやって得することなんかねえって思ったことが山ほどありますよね。何度も言われたしね、お前は真面目すぎるとか、もっと狡猾にやんなきゃいけないとかね、政治やってかなきゃいけないんだとかっていうのはすごい言われた。で、原因がね、自分のために仕事をしてるからだ。仕事は客のためにするもんだ。ひいては世の中のためにする。その大原則を忘れた時、人は自分のためだけに仕事をするようになる。自分のためにした仕事は内向きで卑屈で身勝手な都合で醜く歪んでいく、漢字が難しいぞみんな。そういう連中が増えれば当然組織も腐っていく、組織が腐れば世の中も腐る。わかるか。こういう考え方を持ってる人の方が圧倒的に少ないよね。まあね、今まで働いてきたところも含め、まあ自分が会社立ち上げていろんな人と取引をする中でも思いますよ。やっぱ自分のために仕事をしてる人がほとんど、自分さえ良ければいいっていう人がぶっちゃけほとんどですね、この世の中ね。そう、だからひたむきに誠実にやってきたのはうまくいかなかったっていうのもよくわかるし。まあただね、いつかそういうのは崩れるんじゃないかと私は思ってますけどね。まあほら、予備校講師なんてさ、職人ですよ、いわゆる職人型でね、世の中の会社組織っていうのをね、知っていくと、自分がね、今まで持ってた常識と違うわけ。まあもちろんその会社側からしてもそうだよね。予備校講師っていう職人っていうのもやっぱかなり常識からかけ離れている職業なんで、やっぱ噛み合わない部分っていうのはどうしてもねすごく多いんだよね。で、本当に自分のためだけにやってる人が多いっていうのが印象、この世の中ね。だから一つ、そう思ってない人たちだけで何かやろうかなっていうのは、まあある時言われたことがあるんですよ。それ僕に影響されて今いろんなことやってるって言ってて、その人はもうさまざまな大人が自分を利用しようと近づいてきて、本当にたくさんの人が近づいてきたけど、唯一僕だけはその利用するとかじゃなくて仕事をした相手だって言ってたんで、だからすごい影響を受けてますって言われた。そうか、そんなところで役立てたことがあるんだなって思ってて、ぶっちゃけそう、正直者がバカを見るシステムなんで、この世の中ちょっとね、それはなんとか、まあどういう形でやるかはこれから考えていかなきゃいけないんで、まあ、ちょっとやってみたいなっていうふうには思いましたね。ね、多分賛同してくれる人はだいぶいると思うんで、やってみたいかなと思います。あ、こんなダメダメダメ、好感度が上がるみたいなことを言っちゃうと、小さなことでも炎上しちゃうから、そんな好感度とかをね、高めすぎてはいけないっていうのはね、言われてるので、だから、学歴学歴、世の中、学歴、勉強したもん勝ち、なんだ、バイ。